はい、皆さんこんにちは、吉田です。今日はですね、ちょっとあの寝癖がひどいんで、ちょっとこれニットをかぶらせていただきます。はい、それで、今回ですね、ちょっとこちらの商品を、買ったんで、こちらを紹介したいと思います。つけたり、外したりできるあのスマホホルダーです。車載用の、これちょっと今日はレビューしたいと思います。はい、ということでこちらを、開封して紹介していきたいと思います。説明書とあとこれ、吸盤のついた窓枠とか、あとダッシュボードとかに取り付けることができる、アタッチメントです。でこれがあのエアコンの吹き出し口に、取り付けたためのアタッチメントで、電源供給用の USB と、これが本体ですね。で表よりに軽い、あの全体的にプラスチックなんで、ちょっと安っぽさっていうのはあるんですけど、まあ、別に問題ないと思います。でこれ、ここのね、開くのと閉じるのが電動でやってくれるんですけど、その他に、地充電、無接点充電ですね。コードを挿して充電するんじゃなくて、ここに近づけるだけで充電してくれるっていう、最近の iPhone とかでも出てきてるんで、地充電があればすごい便利だと思いますよね。ケーブルがかさばるっていう心配もないですし、いちいち抜き差しするっていう手間もないんで便利だと思います。ちょっと一回テストでここでね、使ってみてみます。これで電源ついた、あ、ついてない、赤く光りましたね。お、あのこれですね、赤外線がついてて、その上に影ができると開くってタイプです。影というか、物が近づくと開くタイプです。なので指を近づけても開きます。はい、でサイドにあるこれ、このシルバーのね、ボタンみたいなやつなんですけど、これボタンじゃなくて静電気を、読み取って、外すときどうするのって時に、ここを押すと、こうしても開きます。ちょうどいいぐらいですね。なんか開く時間、閉じる時間、その、インターバルもちょうどいいぐらいです。試しにこの僕の iPhone をちょっと、取り付けてみたいと思います。これ手帳型のケースをはめた状態です。これでもちゃんとつくのかどうか、厚み的にはつきそうですけど、多分地位の充電が多分届かないと思うんですね。これだととりあえずはめられるぐらい。ちょっと難しいかな。普通のクリアケースとか普通のケースだったら全然使えると思います。とりあえずこれで、あ、ほら見てください、ちゃんと今充電もされて、こうやってちゃんと閉じてる、もう開いてます。下、充電されてる状態だと、こう緑色じゃなくて青色に光るみたいですね。でちゃんと落ちないです、全然落ちないです。しっかり掴んでます。でこれ、僕これ買った時に僕の親が使ってるスマホが iPhone7 なんですよ。で iPhone7 って地位に対応してない、スマホホルダーとして使うことは全然できるんですけど、充電するときどうするのって時も、これ後ろのこのね、支えの部分、ここのね、出っ張りの、この出っ張りの支えの部分が真ん中じゃなくて左右にこうできてるんで、この充電の穴が見えるんですよ。なんでまあ仕方なく、その地位に対応してないスマホでもこっからね、充電することができます。なんでよく考えられてるやつが考えられてると思いますね。外すときはここのサイドのこの部分をね、押すと離してくれるんで取ると、
たつけたいときは近づけてこうやってやるか。いいですね。このインターバルもね、決して遅すぎず早すぎない。もうあの近づけてすぐにムイッムイッってやっちゃうやつとかあるんですよ。それだとそのスムーズにやってくれないんですね。ただこれだったらスムーズにやってくれますし、話すときもとりあえずある程度のインターバルがあるんで、すごいいいと思います。これ多分ベストセラーだったかな、ベストセラーにねなってると思うんで。ただ一個気になったのが、これエンジンつけてるときってこれ電源供給してるじゃないですか。エンジン切っちゃった後ってこれちゃんと反応するのかどうか。いわばこのコード抜いたときと同じ状況で、ね、反応しないんですよ。なんでもしスマホかざして入れました、キャッチしてくれてます、キャッチしてくれてる状態で、じゃ車のエンジン切りましたってなった時に離してくれなくなっちゃう。まあでもまあ無理くりやればやってくれるんですけど、離してはくれるんですけど、できれば多少のバッテリーを内蔵して、まあ、ちょっとだけ電気を蓄える量だけをここに蓄えておいて、エンジン切ったとでも触って外れるっていうシステムだったら良かったかなとは思ってます。とりあえず車にこれつけないと分かんないと思うんで、とりあえず車に今から取り付けてきます。ということで今車の中に来ました。今こうやって見てるわけですよ。普段はこうやってやって運転して見てるわけなんですけど、この場所でこの車カーナビがついてないんですね。ちょっと遠くに出かけたいって時ってナビが必要なんですけど、この辺に置いとくと、こうやって見てる、運転席からこうやって見てるときに、こうやって目線をね、こうやってずらしちゃうんですよ。こうやって。だと危ないんで、なるべくこの目線の、どうしようかな。今この段階だと、ここね、ここ見えてるんですけど、実際、運転しているスペースまで行くと、こうなってるわけですよ。こうなってると、見ての通りハンドルとこれ干渉してるんですね。なんで一番いいのはどうだろうね、なんか視界悪くなっちゃうかな、ここにつけてこっからここに出すって感じがいいのか、それともやっぱり中央付近に置いてこの辺につけるのがいいのかな。これね、これさっきも紹介したあの2つのパターンがあるんですよ。吸盤かこのエアコンの引き出し口につけるか。これだとこういうところに直接ね、これこうなるんで、こうやってやればつくわけですよ。まあ一回この辺に設置してみようかな。あ、この吸盤ね、ちょっとジェルっぽくなってて、あの車のダッシュボードってデコボコしてるじゃないですか。それでもつきやすくはなってます。とりあえずはい、今こんな感じに取り付けました。視界的には別に悪くはなってないですね。ほとんどあんまりその辺とかはね、中央なんで、中央って言っても結局この辺から見るし、うん、とりあえずこれで設置してみましょう。これで今スマホがねここにあるわけですよ。これをもうちょっと前に出したかったかな。もうちょっと前に出してみますか。ちょっとこれでもうちょっと前に出してみます。
こんな感じになりました。これでこの状態でそうかざして、うん、いいんじゃないですか。これで普通にいつもの目線にこうやって立った時に前もよく見えますし、ここでねカーナビとか設定してどっか行きたいってなったら普通にこれでカーナビセットしていけるんじゃないですかね。昨日もちょっとね、あの夜出かけてて、で帰りちょっとナビみたいな設定したんですけど、どこに置いていいか分かんないんですよね。ここに置いちゃいけないじゃないですか。ここにパッて置いてたら確かに目の前で見えやすいんですけど置けない。で一応手帳型のさっきのあれでここに立ちといたんですけど、パタッて途中で倒れて結局意味ねえなと。もう音声でほとんど一緒みたいな、間のなく右ですみたいな、ちょっと注意しながら走ってとか、そんな感じだったんですよね。まあこれだったらちょっとやっぱりまだ使い慣れてないんで、コツっていうのは必要かと思いますけど、まあこれで充電もできますし、掴んでくれてこれでナビを設定してこれでどっか行くとかっていうこともできますしね。これすごいいいと思います。これ横にもねなるのかな、ちょっと横にしてみよう。横には、あ、無理くりやってもこの状態で無理くりこうやって横にしても、横にもまあなると。これねベストセラーになってる商品なんで、すごいこれいいと思いますよ。ちょっとまだコツがいるけど、どのあたりにセンサーがあるのかとかね、コツが必要だけど、これでかざして、はい、いいですね。これで楽しいカーライフを、あれ言ったっけ、僕あの一応免許を取得したんですよ。なんでこれからちょっといろいろ出かけたりとかするね、動画も撮れたらいいなとは思ってます。ここに自分が映ってるからここで喋ろうか。まああの今いろんなスマホホールダーとか出てますけど、やっぱりこういう電動のやつの方がね便利だとは思います。まあ地位にも対応してますし、ケーブルが足元でぐっちゃぐちゃになってるとかね、これちゃんと配線ま通せばもっとコンパクトに収まると思うので、そういったところはね工夫してってどんどん自分の車ね自分の使いやすい風にカスタマイズしていければねいいと思います。まあそんな感じですね。それじゃあ。